ノクト、すまない。ああ、早朝に頼み事があるんだが、聞いてもらえるか。早朝ということはなんだよ。また朝食作りを手伝ってくれないか。またか。ま、いいぜ。ありがたい。明日は頼んだぞ。野菜を切ってくれないか。どう切ったらいいんだ。細かく切ってくれればいい。包丁の扱いは大丈夫か。切るだけだろ、問題ねえよ。いつも切ってる。それは食材の話か。手を切らないように注意しろ。添える左手は猫の手だ。それくらい分かってるって。こっちも切ってくれるか。あいよ。そういやさ、なんでお前料理好きなんだよ。作って喜んでくれる人がいるのは嬉しいものだからな。はぁ、昔お前がすごく喜んでくれたのを覚えている。そうだったっけか。はあ、子供の頃の話だし覚えてねえなそろそろできたか。うん、よくできてるな。これでいいのか。ああ、完璧だ。美しく切れているじゃないか。まあな、俺にかかればこんなもんだ。どうだ、料理をしてみた感想は。早起きして全員分の飯作ってるとかすげえわ。ありがとなこうやってお前と料理の話をするのも珍しいな。そういやそうだな。魚のさばき方くらいは知っておいた方がいいんじゃないか。その場で食えたりしそうだしな。ではまた早起きだな。なんで早起き。今日は助かった。そうか、ならよかったけどさ。あ